伊藤光は、愛知県岡崎市出身のプロ野球選手。宇藤右内。横浜 DNA ベイスターズ所属。岡崎市緑ヶ丘の辰巳幼稚園に通っていた5歳の時に野球を始めた。岡崎市立藤川小学校時代、岡崎リトルリーグで、投手権内野手を務める。岡崎市立東海中学校では、ボーイズリーグ、東名古屋スターズで保守を務めた。 明徳義塾高校に進学後は2年春から、ベンチ入りし、春季打点王で、高知県選抜に選ばれ、日米親善試合、台湾遠征試合を経験した。3年夏は、選手権高知大会決勝で、高知高校に敗れ準優勝。高校通算13本塁打。2007年の NPB 高校生ドラフト会議で、オリックスバファローズから3巡目で指名。 契約金5000万円、年俸500万円という条件で入団した。入団当初の背番号は61。2008年7月2日、舞島ベースボールスタジアムにて2016年5月17日、小町スタジアムにて2008年、ウエスタンリーグ公式戦では43試合に出場し、保守としてチーム最多の40試合でマスクをかぶったが、 同じくチーム最多の3ホイツを記録した。ウアスタンリーグ公式戦では本塁打を記録できなかったが、イースタンリーグとのファーム交流戦では2本塁打を記録。9月13日の対北海道日本ハムファイターズ戦で保守として一軍デビューを果たした。2009年春季キャンプからオープン戦まで一軍に帯同していたが、4月14日に 追間板ヘルニアの除去手術を受けた。当初は約3ヶ月後の実戦復帰を目指していたが、手術の影響で左足のふくらはぎの筋力が低下。打撃で踏ん張れないなどの事態に至ったことから、1.2、に軍とも実戦出場の機会はなかった。2010年、前年の手術に伴うリハビリを経て、6月上旬のウエスタンリーグ公式戦で実戦に復帰。 初安打を打った際には思わず号泣したという。シーズン終盤には2年ぶりに一軍へ昇格すると公式戦2試合でスタメンマスクを任された。シーズン終了後にはピッツバーグパイレーツから入団したボクサンヒロシが背番号61の着用を希望したため自身の背番号を54に変更した。2011年一軍監督の岡田秋信から 将来の正保守候補として期待されたことを背景に、公式戦の開幕を初めて一軍で迎えた。4月12日の福岡ソフトバンクホークスとの開幕戦で、スタメンマスクを任されると、以降の試合でも、寺原隼人の3年半ぶりの完封勝利や西、勇気のプロ初勝利に貢献した。夏場以降は、エースの金子千尋とバッテリーを組むなど、 先発保守としての出場機会を増やした一方で、シーズン中には、成績不振などで二度の二軍調整を経験している。9月11日の対埼玉西ブライオンズ戦では、守備中に中村剛成とのクロスプレーで右手人差し指を負傷し、その後の精密検査で骨折が判明したため、残り試合を棒に振った。 一軍公式戦には66試合に出場し、打撃面では打率。156、57三振と課題を見せたが、規定試合数不足ながら、チームトップの投類阻止率を記録した。また、シーズン終了後には、背番号を22に変更することが発表された。2012年、前年に続いて開幕戦のスタメンマスクを任されると、鈴木文弘。 斉藤敏夫らと併用されながら、出場機会を増やした。しかし、4月12日の対チバロッテマリーンズ戦7回表の、守備中にジョシュホワイトセルのスイング後のバットが、右側頭部へ直撃し、グラウンド上に倒れ込んだため、病院に運ばれた。病院での診察は打撲と診断され、すぐに、実戦へ復帰したが、攻守に制裁を書いたことから同月末に二軍へ。 降格した。セパ交流戦の期間中に再び一軍へ復帰し、スタメン出場の機会を増やしたが、8月19日の対ソフトバンク戦で、投手陣が8回表までに5失点を喫すると、リード面の課題を克服すべく9月下旬まで再び二軍へ降格した。一軍でのシーズン最終戦だった10月8日の同カードでは、保守として、 西のノーヒットノーラン達成に貢献した。前年と同じく66試合に出場し、打率、205、10打点を記録した。シーズン終了後には、オリックス選手会の副会長に就任した。2013年、鈴木の引退、コーチ就任や、日高剛の FA 健講師による阪神タイガースへの移籍を背景に、開幕から、正捕手へ定着。 オールスターゲームにもパシフィックリーグ保守部門のファン投票1位で初出場を果たした。打撃面では開幕から6月まで3割近い打率を残すなど、好調を維持した。8月には25打席無安打を陥ったものの、9.10月に月間打率330と復調し、10月5日10月6日の対ロッテ戦で2試合連続本塁打を打つなど、 本塁打も自己最多の3本塁打を記録。初の規定打席到達を果たし、シーズン通算では自己最高の打率、285を記録した。最終的には137試合に出場し、シーズン前に掲げた100試合出場と、オリックスの保守としては、2008年の日高以来となる100試合以上の一軍公式戦出場を果たした。 シーズン終了後の11月に台湾で開かれた2013ベースボールチャレンジ日本 VS チャイニーズ台北に日本代表の一員として出場した。2014年前年と同じく137試合に出場したが FA 健康師によりソフトバンクから移籍した山崎勝美と併用された影響で規定打席に到達できなかった。それでも投手陣による リーグトップの防御率達成に守備面で貢献し、ベストナインゴールデングラブ賞、最優秀バッテリー賞を受賞。打撃面では、打率が前年を下回った一方で前年を上回る48打点を挙げた。シーズン終了後の11月に開かれた、日米野球2014には、日本代表の一員として出場。また、選手会の会長職を、 坂口智隆から引き継ぐことも発表された。2015年、グローバルベースボールマッチ2015侍ジャパン対欧州代表の日本代表として、3月11日の第2戦に出場。開幕後も、当初は、スタメンマスクを任されていたが、リード面の不振より4月下旬から山崎に、スタメンマスクを明け渡す試合が続き、5月8日から、 再調整のために軍攻格となった。8月5日の対ロッテ戦では、0から0で迎えた9回裏虫三塁から、自身の保一で、チームが、サヨナラ負けを起死した。パリーグでは、ロッテの上め正彦が1994年6月12日の、対オリックス戦で記録して以来史上4人目の事例で、オリックスでは1988年4月19日の、 対南海戦で記録した内田強以来二人目。NPB の一軍公式戦でホイツによって例から一でチームがサヨナラ負けを起死した事例は太陽ホエールズのドイアツ氏が1956年6月14日の対広島東洋カープ戦で記録して以来二例目でパリーグ史上初だった。出場試合数は104試合と過去2年から減少となった。 規定打席に到達できなかったものの打率271を記録した他保守として2年連続でリーグトップの守備率を記録したシーズン終了後の11月に開かれた第1回 WBSC プレミア12には9月の時点で日本代表の最終候補に選出されたが最終ロースターに残らず同大会への出場はなかった2016年 開幕からスタメンマスクを任されたが、リード面での課題を理由に4月15日付で、出場選手登録を抹消された。その後も、若月健也の台頭により、出場機会が減少し、1軍と2軍の往復が続いた。2軍調整中の7月27日には、神戸総合運動公園サブ球場で開かれた、ソフトバンクとのウエスタンリーグ公式戦に、5番、 一塁手としてスタメンで出場し、一軍でも8月6日の対ロッテ戦8回裏に代打で出場すると9回表から初めて一塁の守備へ着くなど指名打者や一塁手としての出場も増えたシーズンとなった。2017年若月を上回る打力を活かしながら金子東番寺以外の出場機会を増やす目的で 保守登録のまま春季キャンプから三塁手の守備練習に着手した。2017ワールドベースボールクラシック開幕直前の3月5日に京セラドーム大阪で催されたオリックスと日本代表の強化試合には7番三塁手としてスタメン出場した。レギュラーシーズンの開幕カード対東北楽天3連戦では3月31日の開幕戦に 金子が先発したものの、自身は金子降板後の6回表から保守として出場した。翌4月1日の第2戦では、一軍では初の三塁手としてスタメン出場し、その後も若月を保守、伊藤を三塁手としてスタメンで同時に起用する試合が続いた。シーズン中盤からは、肖像類手である小屋の栄一の副長や、 一塁を守れるクリス・マレーロの獲得などで、内野手としての出場機会の減少に加え、若月の打撃不振もあり、8月以降は、西や山岡康介の先発する試合でも、スタメンマスクを任された。シーズンを通して103試合に出場し、保守として若月に次ぐ93試合に起用された一方で、10試合で三塁、2試合で一塁の、守備についた。 打撃では、自己最多のシーズン5本塁打を記録したものの、打率は2011年以来の1割台で、9月9日の大楽天戦、第1打席で安打を打って、以降、27打席連続無安打でシーズンを終えた。2018年、春季キャンプから保守に専念。開幕当初は、若月と併用されたが、スタメンマスクを任された4月17日の対ロッテ戦。 終了後に出場選手登録を抹消された。同点で迎えた5回裏一死二2.3塁から、自身の保一で勝ち越し点を許したり、前年終盤からの連続無安打記録がこの試合で45打席に達するなど、開幕から攻守にわたって、精裁を欠いていた。バッティングフォーム2018年7月9日に、高木俊人、白崎博之との交換トレードで、 赤間県と共に横浜 DNA ベイスターズへの移籍が発表された。背番号は29で、チームの後半戦初戦に当たる7月16日の対東京ヤクルトスワローズ戦に、7番、保守として、スタメンで、セントラルリーグの公式戦に初出場。オールスターゲーム直前の緊急トレードだったため、レガースやプロテクターの調達が間に合わず、 同じ青系の色を使用するオリックス時代の用具をつけて保守の守備についた。2回表に遊兵が試みた二塁への盗塁を阻止するとその裏の遺跡後初打席で小川康弘から中前安打を記録。オリックス時代の2017年から続いていた位置、軍公式戦での連続打席無安打記録を49打席で止めた。 以降の試合にも、ミネイ・ヒロシ・ノゾミラと併用されたが、球団から期待されていた、正捕手への定着までには至らず、通算47試合の出場で1本塁打、11打点、打率、195という成績にとどまった。2019年、同性の伊藤幸成が入団したため、スコアボード上の表記が、伊藤光、ユニフォームのセネームが、 H 伊藤にそれぞれ変更された。レギュラーシーズンの前半戦は、事実情勢保守に定着。遺跡1年目は低調だった。打撃面でも、カイ戦で、しばしばカイを打つなど好調だった。7月27日の対中日ドラゴンズ戦では、1回表の第1打席で、松坂大輔2回表の第2打席で三妻。 タクヤから支給を受けたものの、3回表の第3打席で3妻から安打を打っている。しかし、次のカードである7月30日の対ヤクルト戦9回表の守備中に、相手の打者が打ったファールの打球が左手に当たったことで、薬指を、剥離骨折。翌31日に出場選手登録を抹消された。9月上旬から戦線に復帰すると、 チームのレギュラーシーズン2位に貢献。一軍公式戦84試合の出場で、自己最多の8本塁打、打率、254、27打点を記録し、オリックス時代の2014年以来5年ぶりのクライマックスシリーズ出場も果たした。なお、レギュラーシーズン中に、国内 FA 権の取得条件を満たしたが、チームが CS ファーストステージで敗れた。 直後の10月23日には、この権利を行使せずに、チームへ残留することを表明。表明の前に望んだ球団との契約交渉で、DNA の選手としては、歴代最長の4年契約を締結した。契約期間中の年俸総額は、推定4億5000万円で、成績に応じた出来高の付帯条項も契約に盛り込まれた。2020年、 広島東洋カープとのレギュラーシーズン開幕戦と第2戦で監督のアレックス・ラミレスからスタメンマスクを任されたが投手陣が2試合合計で15失点を喫した末にチームは連敗7月18日の大巨人戦ではスタメンに起用されながら3回表の守備から交代した今永翔太とのコンビネーションが機能していないというラミレスの判断による交代で 翌19日に出場選手登録を抹消されたことから一部では伊藤のリードに不満を持ったラミレスによる二軍への懲罰降格と報じられた。さらに降格後の7月28日に出場したイースタンリーグの大落点戦で走塁中に右足を痛めて途中交代。後に肉離れが判明したため一軍への復帰は シーズン後半の9月下旬まで持ち越された。同年の一軍公式戦への出場は、移籍後最小の30試合で打率。216、ノーアーチ、6打点という成績で4年契約の1年目を終了。12月8日の契約交渉では、現状維持という条件で契約を公開した。ラミレスはこの年限りで監督を退任したものの、 公開後の記者会見では、監督が考えていることを試合で表現するのがキャッチャーなので、このシーズンと同じようなことを二度としたくないとの表現で悔しさをにじませた。2021年3月18日に教育リーグの対ヤクルト戦で左ふくらはぎの肉離れに見舞われた影響で、 レギュラーシーズンの開幕を2軍で迎え、1軍への合流はセパ交流戦直前の5月18日にまでずれ込んだ。同年より1軍の監督を務める三浦大輔は、伊藤の豊富な経験、右打ちからギダに至るまで多彩な打撃、相手投手に多く投げさせる打席での粘りを高く評価。交流戦の開幕を機に、伊藤を2番、保守としてスタメンに固定した。 交流戦では、通算打率、263ながら、チーム2位の11死死球を喫した影響で、チーム3位の出塁率、382を記録したほか、チームの野手としては7年ぶりの3打席連続儀打や、チームの保守としての一軍公式戦シーズン初、盗塁もマーク。開幕から交流戦開幕までの勝率が、293で、 セリーグの回に低迷していたチームも、伊藤が出場した、交流戦13試合では勝率、643と好調だった。9月28日の東京ヤクルトスワローズ21回戦の6回裏に、打者である、村上宗隆のファウルボールが、マスクに直撃し、翌29日登録を抹消された。都内の病院で診察を受けや後の打撲と、 脳震との症状があったための浸透特例措置が適用された。2013年に打率2852019年には規定未到達ながら8本塁打オプス731を記録するなどオリックス DNA 時代通して強打を持つキャッチャーであるが若手時代は三振数の多さと低打率が課題とされていた。 遠投120メートルの強肩に加え、保守ながら50メートル6秒フラットの俊足を兼ね備えている。オリックス時代には、蒸気の通り一類、三類の守備にもついたが、DNA 遺跡後は全て保守として、守備についている。ありがとうございます。